はいどうも、今日は千葉県千葉市にやってきています。今回ご紹介するのは、以前家系ラーメンランキングの時にも自分の印象に残るお店としてご紹介したラーメン屋さんなんですけれども、その時にですね、店主の方ともお話ししまして、その人柄とあと実際実食した時の食べたラーメンの印象がね、こんなにこうリンクというかがっちり一致することもなかなかないんじゃないかなっていうぐらい、ちょっといろんな意味で印象に残りまして、でその中で今回またラーメンを食べに伺うんですけども、ぜひまた丁寧な仕事ぶりをね、見せていただけないかなとお願いしたところ OK いただきましたので、実食行く前にちょっと調理風景ご覧ください。こちらです。じゃん、横浜ラーメン末広屋、行きましょう。
はい、というわけでご覧いただきました、末広屋さんの調理風景でした。まあご覧いただいた通りなんですけれども、本当に麺を寸胴にね入れる一個の所作にしても、なんかこう一つ丁寧さを感じるというか、自分は見ていて本当に心地いいなと思う風景なんですけれども、今日も決してね、入店した時は比較的 2,3 名のお客さんだったんですけども、いるうちにどんどんもうカウンター満席に近くなりまして、まあ席待ち、店内待ちもできて、本当にね、まあバタバタ一見しそうな空気の中でも、あの人柄なのか、あと来るお客さんもね、もう店主さんのことを分かって来てらっしゃる方が本当多いので、ちょっと会話を交わしたりしながら、でまあ家族連れの方もね、なんですかね、こう和気あいあいとして空気と静けさと両方あるというか、決してこうなんか、あうるさいなとか、ちょっと気合がすごすぎて入りにくいなっていうお店じゃ全然なくて、もうひたすらアットホームな中に、でもその店主さんのこう職人気質というか、あの静けさの中にこうなんかね集中した感じが伝わってきて、本当にいい感じなんですよね。でいよいよこの後実食いきたいと思います。楽しみに行ってみましょう。ということでここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。